皆さんどうもこんにちは。今回は5月17日点で発表されている NHK などの報道各社の情報や安倍首相の発言などをもとに、新たな給付金、雇用調整給付金の概要や支給額などについて動画で解説していきます。では行きましょう。早速、雇用調整給付金についてなんですが、まだ名称が確定しているわけではなく、雇用調整助成金に代わる給付金として新たに検討されている制度で、現時点で発表されている情報をもとに内容を先に解説させていただくと、中小企業などで働かれている方を対象に、平均賃金の8割程度を国が直接支給するという内容で、1日上限が1万5000円程度、1月あたり約33万円を上限に支給予定とのことで、労働時間が週20時間未満の雇用保険未加入の方、例えばパートやアルバイトの方も支給対象とのことでございます。そして次に手続きの流れについてですが、現時点で発表されている情報や既存の個人向け給付金の手続き方法から推測するに、まずは勤め先の会社に休業中だよ、もしくは休業してたよといった書類を発行してもらい、その休業証明書類とご自身の個人情報をもとにオンライン申請もしくは郵送申請を1週間から2週間前後で国から本人口座宛に直接支給されるといった流れになるかと思います。じゃあなぜこんな制度ができようとしているのか、その理由も知っておいてほしいので簡単に解説させていただくと、今まではコロナの影響で失業したら国から失業手当、休業したら会社が休業手当を従業員に先払いし、会社が雇用調整助成金を申請し、申請が通れば従業員の方に支払った休業手当が1、2ヶ月後に国から入金されるといった感じでした。ただですね、例えば休業手当は先払いなので、そもそもそんなお金がないとか、仮に先払いしたとしてもその後申請が無事に通るかわからないし、申請が通ったとしても国からの入金が遅い、はたまた申請書類だけで10種類以上あったりで、申請自体が非常に難しくてやってらんないといった理由から、雇用調整助成金はなかなかに不人気でした。その結果、現状は休業だけでも無給、お給料が出ませんとか、アルバイトやパートといった非正規の方だけ無給とか、仕事にちょっとだけ来てもらって低賃金といった様々な問題が起こっていたそうで、この問題を解決すべく新しい給付金として雇用調整給付金なるものが検討されているとのことでございます。問題なく新しい給付金が成立されれば、コロナの影響で失業した場合は今まで通り国から失業手当、休業した場合も国から労働者に直接給付金が支給されるといった感じで、コロナ職に非常に優しい制度になるかと思います。あと実際の窓口については、雇用調整助成金と同じくハローワークになるかと思います。また新しい制度の立案や既存の制度の変更は、例えばコールセンターでの意見や Twitter や YouTube といった SNS の反応を見て決めていることが多いそうなので、新しい給付金制度案がいいと思ったら拡散などしていただければ嬉しい限りでございます。最後にこの動画のまとめなんですけども、雇用調整助成金は申請書類が多いといった手続きの大変さから非常に不人気で、そのためお給料が払えないといった様々な問題が発生していますよと、そんな状況を解決すべく、現在雇用調整給付金になるものが国会で検討されております。新しい制度は給付額が大幅に増額されていたり、申請も簡単で非常にいい制度になりそうですと、そんなお話をさせていただきました。その他にももっと新しい給付金について知りたいという人は、今回参考にさせていただいた NHK などが発表している記事のリンクと、国からもらえる様々な給付金や助成金について詳しく解説されている本のリンクを概要欄に貼っておくので、興味のある方は見てみてください。そしてこのチャンネルではアニメーションを利用して、その日から使える科学的エビデンスを解説した動画や、ビジネス書で特に使える知識やテクニックを解説した動画などを投稿しているので、興味がある方は見ていただけたら嬉しいです。他にもツイッターで日々の学びや役立つ情報を発信していく予定なので、チャンネル登録とツイッターのフォローお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。